い、猿払を出て、浜頓別まで戻ってきました。もう今日はもう1時なんで、下ってここ朱鞠内湖ら辺を、まあ、一つの目標として行ってみようかなと思います。ここにもねキャンプ場があるので、ここにとりあえず行ってみて、まあ良さそうだったら泊まろうかなと思います。でね、結構もう今日はなんか疲れてて、まあこんなん飲んで気合を入れていこうかなと思います。まあ気合を入れるほどの距離じゃないんだけどね。いやー、ずーっと晴れてたんだけどね、ついに雨に降られちゃいました。いやー、どのくらい、一週間ぐらい晴れてた？晴れてたね。一週間は晴れてたんだけどね。まあ、しょうがないね。台風が二つ来てるみたいなんだけど、それの影響なのかな。まあ、直接は台風は来ないけど、雲とかがかかってるのかもしれないですね。はい、朱鞠内湖に到着しました。本当はキャンプ場に泊まろうと思ったんですけど、今日ねちょっと風邪っぽいっていうか、あんまり体調が良くないので、今日はこちらの後ろのレイクハウス朱鞠内っていう、あのキャンプ場の隣の宿泊施設に泊まろうと思います。まあ、今日しっかり休んで、まあ、完全にね体調の戻して明日からまた旅を続けたいと思います。はい、おはようございます。昨日あの宿に泊まって体調もだいぶ良くなったので、今日は結構気持ちよく走れるんじゃないかなと思います。でね、今ね多分この辺にいるんですけど、今日は砂川の友人の家にまず行こうと思います。まあ多分2時間ぐらいで行けると思うんだけど、まあ天気もね、昨日はちょっと雨降ったりしたけど、今日は持ちそうなので安全運転で向かいたいと思います。国道275号線を、ずっと今南下してたんですけれども、幌加内かな、うん、今幌加内にいます。それでなんか幌加内ってそばの生産量が日本一とかっていうところ で、ずっと走ってたらなんか、白銀の丘っていうなんかそば畑が綺麗に見える、ポイントがあるっていうような看板があったので、ちょっと寄ってみました。見ての通りですね、もう一面そば畑、もう向こうの山際の遥か彼方まで全部そばっていう、すげえねここ。それでちょっとね、それでね、これがそばの花、こんな感じですね。白い花がずっと遥か彼方まで続いてる。
もうちょっとでも、まあ、ピークは過ぎてるっぽいね。少し黒くなり始めてますね。でももう十分綺麗な感じ。ああ、天気もいいし、めっちゃ綺麗だな。すげえな、ここ。入ってくる、その国道275号線から入ってくる看板、入ってくるところの看板がすごく小さいんで、もしここに来てみようかなっていう場合は、見落とさないように、よく注意してみてください。じゃあ、引き続き南下していきたいと思います。はい、砂川の、友達のところに到着しました。同じね、年式はもっと新しいんだけど、赤い GS に乗っている方で、サスライダーさんです。だからもしかしたらね、知ってる人も結構いると思うんだけどサスライダーさんです。でちょっとガレージの中を見せてもらおうかなと思うので、ちょっと行ってみましょう。はい、こんな感じですね。大ちゃんの赤い GS すごい綺麗、ピカピカの GS です。ちなみにこの GS はダートは走るんですか？ダートは走りません。走んないですか？走んないです、はい、そう、オンロードオンリー、はい、理由は怖いからです。もったいないよダート走んなきゃもったいないよ大ちゃん YouTube チャンネルもやってるんで、それのなんていうの、見れるリンク、はい、貼っとくんで、ぜひ見てください。見てください。すごい、なんていうのかな、旅動画、旅系のそういう動画とか、あとグッズのインプレとかね、すごい分かりやすいから、ぜひぜひ皆さん興味あったら見てくださいいやでね、今日はねどうしようかなと思ってて、時間的にまだちょっと早いので、頑張って洞爺湖だっけ、支笏湖だったら行けるって北海道のプロが言うんで支笏湖まで行ってみようかなと思います。で今日は、支笏湖でキャンプです。それじゃあまた後でそしたら買い出しはもうやっぱり町でしちゃないと。そうですね、庭でしておいて、ここは本当にないですね、本当に何にもない、いわゆるレジャーな感じです。あってもめっちゃ高い店とか、観光地なのね、ここは。観光地ですね、札幌の市民が遊びに行く。あ、そういうことね、はい、はい、1200です。はい。